ット解放。ショベット解放区の酒井です。本日はですね、アホがトラブル発生というところで動画撮らさせていただきたいんですが、まあ前回、まあこのロッカーアームにブッシュ入れましたよ。まあ前々回ブッシュ外しましたよ。まあその前だったら調整の仕方とか段取り組んでやってきてですね、で前回の動画でブッシュを打ち込みました、このロッカーアームに。でまあドアホーまあね、トラブル発生ということで誠に申し訳ないんですけど、結局そのまま物資を入れて、その後、この内径を広げて、まあこれを入れる。要はこの状態、シャフトはこれ一緒入らないんですよね。このロッカーアーム自体に物資を入れたら。で、この内径を広げるのが、まあ今回したかったことなんですが、まあトラブル発生ということで、動画作らさせてください。はい、このチャンネルではですね、ショベルヘッドのこと、ハーレーダビッドソン、バイク、DIY、バイクメンテナンスやバイクについての話をさせていただいています。チャンネル登録していただけるとすごく嬉しいのでよろしくお願いします。あと同時ですね、動画の方グッドボタンしていただけると、テンション上がりまして動画継続して撮っていくことができるので、その点もお願いします。あとですね、LINE の方で公式 LINE ということとオープンチャットというのもやってますので、ぜひぜひ登録していただいて、皆さんでワイワイやれたらいいなと思ってます。はい、では、ドア砲トラブル発生ということで、話を作らさせてください。はい、で、本日はですね、これ、まあ、物証前回打ち込んだと。まあ、動画出しときますけど、打ち込みましたよと。で、あとこの動画、ここの物証の調整。本当はね、本日はブッシュ調整方法ということで、まあリーマを使ってというところだったんですが、まあちょっとトラブル発生。そのトラブルなんですけど、何かと言いましたら、まずですね、まあこのブッシュをこのロッカーアームに入れた。で、この後これをここに入れる。入らない。だから、ここを広げるという工程の、こんな、これまあ万力まで用意してたんですけど、結局ここでちょっと準備をしてたら発覚、トラブルが発生したのでというところで、何かと言いましたら、二つありまして。一つはですね、これ広げるリーマーなんですよね。リーマー、まあ特殊工具なんですけど、要はまあここの中に、これを入れてぐるぐる回してっていうところなんですよ。はい。これをこうぐるぐる回して、まあここはまあ刃になってるんで削るということをする道具なんですけど、で、まあここの、まあブッシュと、ここのブッシュとこのシャフトのクリアランスは、ほんと狭いんですよ。コンマ01からコンマ05なんですよ。本当にもうほぼほぼクリアランスもパズルピチピチだと思うんですよね。ほぼくっついてるかくっついてないかっていうような状態で、これこっちあの黒い方、まあこれ白と黒でこれちょっと分けとるんですけど、こっちは今まだそのまんまなんですよ。で、これ見たらやっぱこんだけはこれクリアランスありすぎるんですよね。うん。コンマ01はギチギチなんですよ。だから多分、もうこれ一発入れて、まあこう抜いて、まあシャフト入れればそれでバチバチだよっていうところだと思うんですが、まあ、トラブル発生の二つ目の、二つあるうちの一つが、入らない。もう、最悪ですわ、これマジで。どういう事態かと言ったら、結局、この物証を中に入れたら内径が縮まるんですよ。圧入してるんで。で、これが入らない状況っていうことなんですよね。で、ここでどうすればいい、このトラブルを回避するためにはどうすればいいのかっていうところで、まあちょっとこのトラブルも初めてのトラブルなので、何が正解かっていうのはわからないんですけど、私がこれ要は、こっちとこっち2個入れましたよね。前回の動画で。で、まあ、圧入スポットなんて言ってやってたんですけど、もうこれもう一回抜かないといけないですわ、ここ。ブッシュを。で、どうやってやるかって言ったら、これ見てください。これ新品のブッシュなんですけど、ここで、入れる前に一旦これ、ここで、リーマー、内径広げとくんですよ。で、中入れて、なおかつ多分、今度は多分これ広げておけば、多分、ここに入れて縮んだ内径が小さくなったとしても多分これ入ると思うんですよね。でもう一度やるっていうことですよね。それ分からんかったし、なんかおかしいのかなとも不安な点もあるんですが、まあやり直しですね。で、あともう一つ今回気づいたのが、これまあ何もいじってないロッカーアーム、もともとついてたロッカーアームなんですけど、これ見てくださいね。これもう入れるとちょっとガタがあるんですよ。これがコンマどれだけのガタなのかは分かんないですけど、やっぱりこのブッシュは下手ってる可能性がこっちはやっぱありますもんね。通常であれば
まあ、これが本当に入らない状態じゃないといけないんです。ここでは削って入なんとか入るようになって、まあ、ほぼほぼクリアランスないぐらい、コンマ01ですか。っていう状態に持っていくっていうところで、まあ、第1点が、まあ、けどこれもわかんないんで、ちょっとまあ、こっち、まあ、なんとかこれを入れる方法、まあまあ、抜かないといけないとは思うんですけど、まあ、抜くんだったら、まあ、こっちも結局抜くんで、この黒の方も。なんで、こっちを抜いて、リーマーでこれを削ってから、ここに圧入します。で、圧入した後に、改めてリーマーでもう一度削る。まあ、調整するっていうことですよね。うん。で、これがトラブル1なんですよ。で、トラブル2、またこのリーマーなんですけど、この特殊工具。持てない。取り付けることができない、こう、ドリルに。だから、これ多分旋盤に付けるって言ってもちょっとやり方、旋盤にこれをつけ、こっちつけたいよね、どっちかって。こっちを動かしたいよね。うん、どっちかって言えば。なんで、ちょっとまあ、道具の兼ね合いがまた出てきて、まあ、トラブっとるっていう感じなんですけど、はい、次はまあ、ちょっとなんとかこれ中を旋盤に回して、内径を広げて、その後この黒の方に打ち込みます。白の方はもう、まあ、両方とも今これ抜かないといけないっていう状態なんですけど、まあ、どっちにせよもうこれは3つしかないんで、新品の物資は。なんで、部品の注文っていうのもしていかないといけないと思います。はい。まあ、ドアホーということで、トラブル発生ということで、まあ、いろんな知識がなくて、また失敗したという動画になります。はい。ありがとうございました。失礼します。